南国の空を焦がす桜島。鹿児島の島津藩に門外不出の乙女流とされた薩摩独特の兵法次元流がある。島津市の鶴丸城跡。江戸時代島津藩の城下を描いた図。次元流の流祖東郷藤兵衛肥前の神中尉は島津藩の剣術師範役に任ぜられ、特に藩士の命によりお流儀次元流と称し、鹿児島城下に屋敷を拝領した。鹿児島市に残る東郷中尉拝領屋敷跡。現在も中尉の子孫が次元流を継いで住んでいる。中尉は最初大社流を学び、二十数歳で極意に達し、さらに京都の善吉和尚について教えを受け、一人研鑽を重ね、ついに次元流を創始した。文武に優れた彼は次元流兵法書をはじめとして多くの指導書を伝えている。中尉以来約400年、次元流は一子相伝、当初の姿のまま伝承され、現在第11代重政に伝えられている。稽古に使う木刀はユスの丸太で、大小の太さはあるが、それぞれ使用する型の長さに切られている。上小よりの鐔は型の稽古の時に用いられる。鐔は独立しており、付け、仕立ちが思い切って打ち込めるよう出し、打ち立ちの手を保護する。次元流の縦木打ちを紹介しよう。稽古は平伏のまま行う。武士は気の身気のままで敵に対するという流儀の精神が生きている。敵に向かい死を極め、打ち申すぎ毛頭疑いなく、ただ一撃で相手を両断する次元流は、攻撃こそ最上の防御とする。初立ちに命を懸ける厳しさを縦木打ちが物語っている。縦木打ちは次元流の原点である。型の演武に入る。型は書道、領土、段の型と習得していく。
出汁はすべて大社流の方から取ったといわれ、つけが次元流である。塩皮のつけには次元流の奥義十二のうちが含まれている。つけ中心に見た塩皮、塩皮をスローモーションで見てみよう。小さい頃学んだものは終生忘れることがないという。そこで最初にこの塩皮が教えられる。つけ中心に見た木立。
木立の前半をスローモーションで見てみよう。つけ中心に見た蜜たち、持ちがかりはただ一打ちである。つけ中心に見た持ちがかり、スローモーションで見た長木と、
竜の構えから型に入る。付けの木刀は最短距離を動き、打ちの速さは縦に打ちによる。層の構え。越の構え。初段竜宗越を続けて見てみよう。うちは常に棋戦を制するにあり、次元流の神髄が見られる。寸の構えから型に入る。万の構え。線の構え。二段寸万線を続けて見てみよう。兵の構えから型に入る。案の構え。甲の構え。三段兵暗甲を続けて見てみよう。兵の構えから型に入る。ついに出汁は人たちも振るうことなく制せられる。銅の構え。
真の構え。四段、桂、銅、真の動きを続けて見てみよう。ひとたび刀を抜いたら相手を切り伏せるまでやまない次元流。同時に流祖中尉は刀は抜くべからざるものとしてその唾に小穴を開けて封をしている。武は矛をとどめるもの、それが勇猛果敢な次元流の精神の根底である。